うつ伏せにお願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。あ、でも結構背中も柔らかくなりましたね。すごい、めちゃめちゃ効きますね。効きますよね、響きますよね。めっちゃ気持ちいい。すごい、うとうとしてる。あんま痛がんないですよね。いや、もう本当にひたすら本当になんか眠りの世界に入られてしまう。よかったです。結構痛がる、うん、人多いですね、うん、でも中野さんは全然寝てますもんね。気持ちいいって言ってすごい本当に睡魔がすごい呼んでるという、はい、合ってるんでしょうね。うん、すごい本当に。いやでもよく寝れなかったですよね。背中も全然すっごい硬いかったとか、もう今もまだ硬いんですけど、ほぐれてきてまだこの硬さがあるっていうのがどれだけ硬かったんだろうっていう。やっぱこの1ヶ月で結構、うんうん、しんどかったですね。そうです、すごくね。精神的は、うん、まあでもやっぱ体がすごい怪我したりとかね、うんうんうん、それでも疲れがたまりにたまってっていう感じで、あ、でも足からね、肩首まで全身ですしね、辛いのがね。確かにこれ全身ですよ、なんか腰もね、辛かったしっていう、うん、もう主に上半身って最初おっしゃってましたけど、うん、足があんだけガチガチだったら多分足も辛かったでしょうし、もう足ガチガチすぎて逆にもう分からなくなったから、うん、どうも、なるほど、確かにびっくりするほどの、うん、本当です驚くぐらい硬かった。すごい意識してなかった、うん、でも自分では普通になってっちゃうんですよね。そうなんです。もう少しかそれで、うん、これがもう通常やと、うん、これがもう思い込んでるのかな、はいはいはい、だんだん分かんなくなってきちゃいますよね、うん、もうそういう状態が長引いてくると、うんうん、だし最初の痛みがねやっぱり強烈に強いっていうのがあるから、うん、それに比べるとみたいな、確かに、うん、確かにそれと比べると、うん、なんか痛みに対してちょっと鈍感に、そう多分そうなんですよね、うん、ああ。でも今多分結構こう、うん、あのお尻やりやすくなりましたよ。そう、これでそうゴリゴリがはっきりするけど、最初なんかもっと
すごかった。すごい。これ骨ではないんですか？じゃないです。骨こんなにないです。これ骨だったらすごい何本もあることになっちゃう。本当に骨なのかどうか思わないわ。そうですね、はっきり主張がありますもんね。そこにも骨が骨のように硬い筋肉がですね。骨かなと思っちゃうぐらいね、しっかりコリコリしてますもんね。こんなに筋肉って硬くなるのかっていう。そうですね。あ、でも随分良くなってきましたね。沈むからね。めっちゃ手があったかいです、ね、私の手ですね、はい、はい、そうそう、やってるとかなり赤くなります。うん、すごい。左の方が肩甲骨周り凝ってますね。これね、これコリコリってしますね。ゴリゴリしてる。すごい凝っちゃってます。すごい凝っちゃってます。すごいすごいこれはすごいすごい何の塊だって思うぐらいすごいゴリゴリが。
音が鳴るぐらいな感じしますね。音が鳴るよ、うん、今ってちょっと鼻の調子悪かったりします？あ、確かに、なんか鼻、花粉症、花粉症じゃないのかな、うんうんうん、あ、花粉症じゃないと思うんですけど、うんうん、確かに若干鼻声になってる感じ。あのね、肩甲骨の内側のところって、うんうん、右は目で左は鼻なんですよ。え？が良くないと凝るみたいな。え？え？肩甲骨？はい、はい、内側の。だから今左側凝ってるから、はい、鼻の調子が悪いのかなと思って。まさしく、そうです。え？あ、そういうのもあるんですね。あるんです、ね。肩甲骨の左側が凝ってると、鼻が。鼻の調子が良くない人。あ、そうなんや。うん、めちゃめちゃすばさしくそうです。右の肩甲骨だと目ですね、うん、あ、面白い、すごい肩甲骨、うん、そういう、なんかお体の別の部位に反映するみたいなのってあるんですよね。まさしく鼻が今ちょっと悪いです、うんうん、すっごい左のこの凝り、音がガンガン凝ってます。なんて言えばいいんだろう、すごいっていう、ゴリ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 ガリガリジャリジャリみたいな、本当に集まりまくってますね。骨にしてもちょっとね、やっぱり違うの分かりますよね。やっぱこの繊維で硬いんですよね。なんか本当に骨のように、うん、結構我慢が多かったんじゃないですか。ああ、そうですね。うん、うん、ちょっと、うん、我慢のストレスってこういうちっちゃいコリがいっぱいできるような気がします。いやでもすごいなんか背中、はい、私こんなに凝ってたのって言って、背中こんなに凝ってたんですね。本当にもう、わっ、うん、音がそうそう聞こえますよね。まあ、だいぶほぐれてきた感じですね。あれすごい、なんかすっきりした感じ。ああ、すっきりした感じ。なんかあったです。うわ、そうですね、なんか触ってみても、少し薄くなったというか、体積が減った。そうです、そうそう、そういう感じします。うんうん、余計なものが取れてきた感じっていうか、今度は仰向けですね。よいしょ、取りますね。確かにそうなんです。鼻が今私、うんうん、ちょっと詰まってるわですね。そうなんです、まさにペットのね、端っこの方に頭のてっぺん少し出るぐらい、はい、少し上向きに、上切りに、もうちょい上切りに、はい、水平ですね。はい、ありがとうございます。まさに鼻が今、うんうんうん、
この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。See you. See you again. See you again.